はい、皆様こんにちは。神戸町中散歩高谷でございます。今回は灘の酒ということで白鶴酒造資料館に行きたいと思います。それでは参りましょう。私は今現在阪神電車の住吉駅に来ております。こちらね、各駅停車しか止まらない小さな駅ですね。こちらが券売機ですね。で、こちらから出まして、こちらね、右の方に出ていきまして、白鶴酒造、資料館の方に行くんですけども、この目の前の道ね、こちらを右の方、海の方に向かって歩いてまいります。だいたい5分ぐらいですかね。はい、でね、約30秒ほど歩いたところがこちらなんですけども、奥の方にね、白鶴というね、看板が見えますね。あの下にね、白鶴酒造資料館がございます。それではね、また奥に進んでまいりたいと思います。はい、それでね、阪神高速の高架下までやってまいりました。左側信号はあるんですけども、資料館右なので、こちらのね、陸橋を頑張って渡っていきたいと思います。それでは参りましょう。はい、ここからね、早送りで、見ていきますね。で、階段降りましたら右へ曲がって U ターンする形になりますね。で、突き当たりのところ、こちらね、看板ありますんでね、白鶴酒造資料館、左へ曲がって次の交差点を右へ曲がってくださいというようになってますんでね、ここをね、進んでいきたいと思います。ちょっとね、左へ寄ると上にね、白鶴って書いてますね。で、このね、右の敷地がすべて、白鶴酒造株式会社の敷地という、お酒を作ってるね、工場の敷地という感じになりますね。で、右へ曲がってすぐにね、こちらの入り口にあります。で、このね、周辺のところで受付をします。で、奥に見えてる木造の建物が白鶴酒造資料館ですね。またですね、車を運転される方は、このようなシールを発行されるので、服に分かりやすいところに貼ってください。それではね、白鶴酒造資料館の方に入っていきたいと思います。こちらがね、白鶴酒造資料館というところですね。昔こちらでね、実際にお酒を作っていたところですね。で、このね、目の前に見えてる蔵は、実際は奥にね、もう一つね、建物がありまして、二つね、並んだあの木造の建物になります。このような感じでね。はい、それではね、前に進んでいきたいと思います。こちらはね、入場は無料でございます。で、最後にね、楽しみなご褒美がございますんでね、最後まで動画をね、確認してください。で、こちらね、奥にお手洗いあるんですけど、こちらを左へ曲がると目の前にね、大きな桶がありますね。この右側にね、パンフレットあるんでね、取ってくださいね。で、この奥の桶が実際に、お酒作りをされてた桶ですね。で、入りましたらね、まず左側へ向いていきます。で、目の前ね、QR コードありまして、これをチェックすると、そのね、各言語で説明がされます。まずね、こちら、洗うとなっております。まずね、お米を洗うというところからね、お酒作りは始まるということなんですね。で、奥にね、稲穂がありまして、いろいろな、ね、目がありまして、神戸のね、灘の酒は、山田錦というね、お米を主に使っておられます。でね、大吟醸ともなるので、このお米をね、 50% 近くまで削っていくんですね。あと、こちらではね、白鶴錦というお米も使われているようですね。こちらが模型ですね。で、奥にお米を洗うための道具がね、いろいろと展示されております。で、一番右に見えているのがね、昔の水を入れるね、大きな入れ物ですね。で、このお米を洗った後に、次ね、こちらで蒸すという工程に入ります。お米をね、炊くのではなくて、大釜でね、蒸していくということになりますね。で、こちらね、蒸し米となっていますけれども、下へね、大釜でお湯を沸かしまして、そのね、水蒸気でお米をね、蒸し上げるという。で、こちらね、人形ありますけど、ここでね、蒸し上がった酒米を桶に詰め替えてますね。で、このね、当時使っていた道具はね、
ここに、たくさんね展示をされておりますね。こちらの大きな桶も実際に使われていた大桶ですね。さまざまな小さな桶とかその他の小道具がねいろいろありますね。で炊き上がった米をね先ほどの彼が桶にね担いだまま2階まで走り上がってたみたいですね。で上に走り上がって米をね冷ます法令ということをやってたようです。で空になった大桶はこちらのね人力のクレーンで2階へ運ぶということをしていたそうです。で階段で上へ上がるんですけどその前にね奥でね行って左へ曲がるとねこちらが、映像スペースになります。でこちらでね映像が流れますね。だいたいね、5分が10分ぐらいの映像になりますね。でねなんか和風をイメージしたような映像ですね。またねお酒作りに関してはねそこまで詳しくはここではやってなかったですね。まあ、実際に見て、ご自身のね、目と肌で感じてくださいという感じなのかもしれないですね。で白鶴酒造らしく白鶴がね、飛んでますよね。で、四季折々の映像がね、こちらの方で流れていきます。こちら、梅か桜かどちらかですかね。こちらでね、お酒に関する、情報をね、こちらで放映するんですけれども、こちらはね、この辺りに置いといて、次ね、2階へ、上がりまして、次のね、資料を見ていきたいと思います。こちらね、麹となってるんですけども、お酒を作るにあたりまして、米麹っていうのを、作るという感じなんですけども、こちらでね、米麹を、生産というかね、育てていたみたいですね。こちらね、常に、蒸し暑い環境を作ってるんですね。で当時としては、こちらのね、稲の、もみ殻ですね。もみ殻を断熱材として使っていたということのようですね。で、こちらでね、麹取り込みとなってますね。麹菌をお米にね、付着させるということがこちらで行われます。で、こちらにあるのがね、下から揚げたお米を冷やす法令というね、場所になりますね。で、熱いままだとね、麹菌がうまくね、働かないようなんでね。で、こちらが先ほどね、空の大桶を2階へ揚げるための人力クレーンですね。で、大桶を揚げるところは、そういう軸でね。で、人力のところは、大きなね、輪っかをつけた、このね、テコの原理を使ってますね。これを阿弥陀車と言いますね。で次の工程向かって歩いていきまして、左のね煙突のように見えてるのが下のねお米を蒸すところの、蒸気抜きのね設備ですね。はい。で次がね、元立てというところになります。こちらはね、先ほどね作った麹菌と蒸してね冷ましたお米をこちらへね桶に入れまして、すりつぶしましてね、より発酵しやすい状態にしていくという工程ですね。これを元摺りという工程のようですね。はい。で、奥にはね、お米を入れるものとかね、さらに、細かくすりつぶして、発酵をね、さらに進めていく前段階の、工程があります。こちらにね、お米をすりつぶすということですね。はい、奥にね、こんなね、亀がありますよね。で次に、三段仕込みというところでね、仕込みということですね。こちらでお米をね、発酵を進ませて、ね、もろみというね、状態にしていくという、要はね、お酒の一歩手前の工程ですね。で、桶の上の人が作業してますけども、この工程は、その状態に合わせて何段階かに分けて、発酵させていくんですね。で、様々な素材のものがありますね。で、大きな桶を使いますんで、長いね、竹をの、竿を使いますね。お米を、循環というかね、攪拌しまして、ムラのないような発酵を促していくという感じですね。この桶の大きさというか高さがですね、2メートル近くもっとあったのがね、2メートル半か3メートル近くあったと思うんですけど、かなり大きな木桶でしたね。でね、お米が、発酵しましてね、次に絞るという工程に入ります。お酒になる瞬間ですね。
でこちらへね、坂船という、木でできた四角い箱のようなものを、これね坂船というようなんですけれども、あの袋に詰めてねもろみを入れまして、で上から圧力を加えてお酒と酒粕に分けるという工程ですね。これですね、まあ、実際はねこちらではなくて下の方で行われてたようなんですけれどもね、はい、たくさんのね、袋に詰めたもろみを入れて上からね大きな圧力で絞り出すという工程のようですね。でこちらにあるものはちょっとねあのいろんなものがあるんですけども、細かく説明しているとあの、まあ、時間がないのでご自身の目で見てください。で次に醸造を絞ったねお酒を火入れすることによって発酵を止めて、その後ね3ヶ月から6ヶ月ほど寝かせておくことによってまろやかなね味になるようでございますね。で先ほどのね絞るという工程で絞りのね袋を粗い袋で絞ると濁り酒というね、まろやかなお酒になるようでございますね。その後ですね最後に樽に入れて、まあ、藁でできたね、これをね、まあ、コモというんですけどもと、ね、この化粧の、ね、コモでお化粧をしていくという感じですね。まあ、神社なんかでこのね、樽がたくさんあると思うんで、樽をこのねコモで包んでお化粧をするということですね。でこちらがね樽詰めという感じで、こういうね道具を使ってお酒をね樽に詰めまして、いよいよ出荷ということになりますね。で出荷はねこのね瓶詰めであるとか、こういうね陶器製の器であるとか、そういうものにね入れていくと。でこのね樽詰めされたお酒は戦国船のような樽海船というもので、日本全国にね運搬していたということですね。でこちらがね、鏡開きのねの樽ですね。これがね鏡開きの道具ですね。はい、こちらがその結晶のねあの神社の中に奉納されているものの、ね、中身ですね。だからこんな樽が入ってますよと。でこの次にですね、でこちらが白鶴酒造のねあの歴史ですね。江戸時代のね中頃に、このね白鶴酒造というところができまして、現在までね続いていると。でこの神戸というのは六甲山からね不純物を含まないね、まあ、綺麗な水だったので、酒造りがね灘の酒ということで有名になったということですね。で順路が下という風になっているので、こちらをね下へ降りています。なんかね転げ落ちそうな勢いで降りてますけどね、これあの大丈夫ですよ、ゆっくり降りてますんでね。でこちらにね当時の白鶴の、まあ、屋号の看板ですねであるとか、こちらがね実際に使われてた、釜のね耐熱レンガとか配管とかですね。でその横に実際使ってた大釜ね、要はお酒のねお米を蒸すための、蒸し釜ですね。でこちらが、当時のねあの、発掘された場所ね、江戸時代はこの赤いね線のあたりまでという形 で江戸末期ね、末期にはこれだけね黄色い線のところまで工場がね広がってましたということ。で明治以降はこのね全体的にあの工場がね広がってましたということですね。はい、次にお酒に関わる、行事といたしまして、こちらがね、結婚式などの三三九度のね、ものですね。でその隣があのお正月なんかのね、飾り、お正月飾りですかね。こちらもね、で最後にこちらがね、神棚に飾るお酒のね道具ですね。はい、で奥にやってまいりまして、こちら下にね亀が埋まってますけども、坂船でお酒を絞るという工程をねしっかりやってます。下に亀がありまして、亀をねこの大きなね矢じろべえの片側みたいなものでね、圧力をかけましてね絞ります。でこのね前にある亀の胴のところにね下からお酒がトロトロトロって出てきましてね、お酒がね絞り出るということですね。でこの長い、棒の先にねこのような石をくくりつけまして、高い圧力でお酒を絞り出してたということになりますね。
でね、中に入っているね、物の量とか、あと種類によってね、重石の数とかね、量を調整したり、で、このね、もろみを入れてたね、袋がこの奥にあるね、この茶色いね、麻袋という感じですね。一番最後、こちらね、利き酒コーナーというところがありまして、お酒をね、実際飲んでみてくださいということなんですね。でここはね、無料の試飲コーナーと、あとね、もう少し飲んでみたいという方のために有料の、試飲コーナーがございます。まずは、無料の試飲コーナーからですね。1杯目のお酒は蔵酒になります。でこちらの蔵酒は日本酒のね、アルコールと、あとね、コクをね、感じるようなお酒でしたね。ただね、私はあんまり得意ではない感じだったかな。はい、次にね、こちらが、新しいね、お酒ですね。まあ、新酒という感じでね。で、こちらね、ちょっとお値段は安めなんですけども、かなりね、さっぱりしてて、すごく飲みやすかったですね。まあね、こちらは私はね、おすすめでしたね。1175円でね、結構お得なんですけどね、非常に美味しくてさっぱりしてね、お気に入りの一杯でしたね。で最後にこの濁りゆず酒、これね、ちょっとやばいんですよね。めちゃくちゃ飲みやすいんですよ。ゆずの香りがね、こちらの中にふわっと広がって、なおかつね、アルコールもね、しっかり効いて、いくらでもいけちゃう感じ。女性がね、結構飲みやすいお酒だと思うんですけども、でもね、飲みすぎてね、一気に頭にね、回っちゃうというような、結構ね、危険なお酒だと思いますね、これね。でもね、非常に美味しかったです。で、こちらがね、有料の利き酒コーナーですね。まあ、いろんな種類がね、その日によってね、まあ、変わるという感じですかね。で、今回は試飲してないんでね、あまり詳しいことはわからないです。すいません。で、飲むときはね、こういうね、まあ、カウンターコーナー、まあ、いいですね、立ち飲み屋みたいな感じでね。で、こちらが、みんなでね、ご飯を当時食べてた場所というところですかね。で、これ、試飲コーナーを出たところがお土産コーナーになっています。で、こちらへね、普段ね、買えないような、この蔵元でしか買えないようなものありますんでね、またよかったら立ち寄ってみてください。で、スーパーとかで売っているようなね、小瓶の大吟醸の瓶にね、浮世絵の絵がね、貼ってあるものとかがありましたね。これはね、スーパーとか他では手に入りませんのでね。で、あとこちらの働いている方がおすすめさせていただきました、お酒のね、飲むゼリーですかね、あちらもすごく美味しかったです。こちらね、また、こちらですね、もおすすめでございます。今回はこの辺りで終わりたいと思います。今回ね、いかがでしたでしょうか。またね、この動画良かったと思っていただきましたら、チャンネル登録、あと高評価、グッドボタン、あとね、コメントなどいただけましたら大変嬉しいです。それでは皆さん、次回お会いするまで、さよなら。